はい、皆さんご視聴ありがとうございます。現在公開中のスペースクライングフリーセックスというこちらの映画の監督を務めています岩崎智彦監督にお越しいただきました。今回は監督にいろいろインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、岩崎です。よろしくお願いします。お願いいたします。本作品、上映中ということで、はい、今回で3本目だと思うんですけども、はい、監督がこの作品を3本続けてきた理由といいますか、はい、大変なこともいろいろある作品だろうなと私見させていただいて思ったんですけど、はい、どういったこう思いで3本目を今回上映に持ってったのかなっていうことで、まず1本目がですね、はい、15分の短編で、うん、まあ最初まさか新宿芸術シネマで劇場公開になるとは思ってなかったんで、まずそれが非常に驚いたんですね。でまあ結構お客さんいっぱい入っていただいて、でまあ自分の作品でまあこれだけちゃんとファンの方がついてくれたのは初めてだったんで、非常に嬉しいなということと、それで舞台挨拶とかやる中で次回作あるのかっていう声が出て、はい、でまあなんかノリでやりますよみたいな感じになったんですね。最初からまあこう3本立てのストーリー仕立てでっていうことではなく、ではなくですね、周りの方だったりファンの方からの次回も見たいっていう。そうですね。なるほど。それにお答えして2本目。そうですね。2019年ですよね。そうですね。1本目が2018年2本で、2本目が2019年で、はい、今年2022年に、はいはい、3本目公開ということで、うん、今回の作品、はい、3本目作られてみていかがでしたか。はい、完成の具合とか自分ご自身の作りたかったものというのは。はい、ああそうですね。はい、まあ、2本やった時点で、まず次はどうしようかなというところで、うん、まあやっぱり自分のモチベーションとして、そのまあ同じ流れで作っていってもいいんだけど、はい、やっぱり何かこう物語を動かす、企画を動かす何かが必要だなとは思って、うん、はい、それでまあワンツーと出てきたキャラクターたち、はい、ナオミ・コブラたちが、うん、まあすごくまあ歴史的な大きな出来事の流れの中に身を置いたら、うん、一体どういう行動を取るんだろうと、そういうコンセプトで始めましたですね。心情の変化だったりとか、うん、殺したはずの相手が生き返っていたとか、うん、そういうことですよね。人間同士の関係性で生まれるドラマとかって。そうですね。ああなるほど。やっぱりじゃあ 1,2 本目もぜひ見てから3本目ってこう見ていただくと、なお面白い部分がたくさんありますね。それは。そうですね、うん、それはそうかと思います。はいはい。なんかこの企画をもともと思いついたきっかけって何だったんですか。何だったでしょうね。まあ男女のスパイが任務中に盛り上がってやっちゃって、つながったまま戦うっていう話なんですけど、はいはい、まあ非常にだいぶ昔、多分どういつぐらいから、多分中学生ぐらいの頃からなんだか、はい、思いついていたんですけど、はい、そういうアイデアのお蔵入りというか、うん、これはちょっと撮ると品種買うなとかそういうコーナーがあって、はい、そこらにあったのものをなんか撮ることになったんですよね。うん、お二人出演していただいたアレンさんにもちらっとお聞きしたんですけど、はい、実はなんか監督の中で一回こうお蔵入りしていたものを、まあ、今回やってみたいんだってことで相談を受けたって聞いて、それってなんでこう相談をアレンさんにしたのかなっていう、なんかプロデューサーもいろいろされている方だと思うんですけど、なんかそういったことも含めて力になってほしいっていうことで企画が始まったんですかね。まあアレンさんとは長編の手のひらを太陽にっていうので一緒にやって、はい、また何かやりたいねってことは言ってたんですよね。うん、で何か思いついたたびに
こういうのはどうだろうとか相談はしてたんですけど、はい、うん、でその中の一つが結構まあ、彼女も面白いって言ってくれて、で動き出した感じです、ね、あ、なるほど、はい、台本最初に読んだ時に腹抱えて笑ってって言いました。もう台本が面白すぎてっておっしゃってましたね。はい、まあ割とそのままかなっていう感じはありますね。でも CG でこう、うん、最終的には全部世界観が形作られていくじゃないですか、はい、CG で行こうって思って最初から本を書かれたのか、本書いてるうちに、うん、あ、これ CG で行かないと、うん、いや、この世界観表現できないなってなったのか、どっちだったんですかね。CG というのはですね、グリーンバックの合成ですね。はい、まあ撮影問題として、うん、まずその裸の男女がつながったまま戦うっていう撮影をですね、外でやるとまず捕まるって そうですよね、そこがまずありまして、いや、それは頑張ってやってもいいんだけど、うん、結局そうすると演技が小さくなったりとか、アクションが小さくなったりとか、はい、絵が小さくなったりとか、うん、面白くなくなっちゃうんで、そこはもう割り切ってグリーンバックにして、それで大胆にできることっていう、うん、あ、なるほど、はい、そういう意図っていうこともあってグリーンバックになってったんですね。すごく納得いきました、はい、今あれですもんね、申請いろいろ出さないと撮影もな撮りにくくなってたりしますよね。日本はね、難しいですよね、うん、いろんなキャラクター、まあ、1,2,3 と続けて出られてる方もいれば、はい、3で新しく出てきたりする、はい、まあ、このポスターにもあるように、はい、後ろのピンクの羽生えた、天使じゃないですね、敵なんでね、オルガ星人、ね、あ、そう、オルガ星人、オルガ星人たちもそうですし、はい、アクションチームのタカさんっていらっしゃったと思うんですけど、タカさん私もともと知り合いで、あ、そうですか、あ、タカさんチームのもう出てると思って、あ、そうなんですか、でいっぱい出演者たちがまたわっと新キャラクター出てくるじゃないですか、うんうん、で多いキャラクターって最初はこう整理、うん、頭の中でつけていくの大変ですけど、うん、なんかこの作品すごく一人一人のキャラクター立ちがされていて、うん、あ、そうですか、すんなりとこう整理しながら見ていけたんですけど、やっぱそこって監督も特にこう演出の中でキャラクターっていうものを重視されて演出されていったんですか、うんうん、そうですね、やっぱり本書いてる段階で、うん、なんかこう絵は浮かんではいますけど、うん、あとその結構そのチームでその実際に戦う兵士のチームとか、はい、和気あいあいと盛り上がって楽しくみんなやってくれたりしたんで、はい、そういう面白い感じは出てるかなと思いますね、うん、じゃあアクションシーンとかもこう一、うん、回みんなで手を合わせてとかっていうことですよね。まあそうですね。なんか見どころって監督今回3本目にして、うん、この作品の見どころって、うん、見どころね、うん、なんせすごくスケールの大きな話を無理やりやってます。それでだからそのなんていうのかな、うん、話がいろんなところに行く、その行きながらもこうノンストップで行くようなその疾走感みたいのがあると思うんで、うん、今回一番シリーズで長い60分なんですけど、うん、結構走りながらの60分なんで、息をもう掴む感じで、うん、見ていただけるかなとは思ってますね。あれですね、マイケル・ファンコーニさんもおっしゃってて、うん、私も見どころの一つだなって、うん、私も思ったところがあって、うん、やっぱロボットの中に操縦して、ね、もう演じてても楽しすぎたっていうのをご本人も、うん、やっぱ夢じゃないですか、男性としてこうロボットを操縦するっていうこと、うん、それが実際できたっていうのも楽しいっておっしゃってて、私も見てて、まあ裸でしかもその発情していきながらパワー注入ってなっていく、うん、あのシーンが見どころがすごくかったので、いや、そこも、ね、そうですね、どうでしたか。いや、もうロボはとにかくその映画を撮りたいなってきっかけがスターウォーズとかその辺ですし、はい、まあガンダムの、ね、ガンプラとかにもハマった世代です、うん、やっぱり ロボットものっていうのはやりたいなと思っていて、うん、で
今回特殊造形 の, あの第一人者の百武智君っていうのが、はい、あの参加してくれることになったんで、まあ、彼のすごい造形力デザイン力でいいものができたかなと思ってるんですよね。なるほど、ありがとうございます、うん、はい、4月16日から大阪シアターセブン、そして6月に名古屋横浜と、はい、あの作品上映に、ね、進んでいくと思うんですけども、はいはい、あの今回この東京ボーダーレス TV をご覧の皆様に監督から一言いただければと思います、うん、はい、あの ぜひですね、劇場で大スクリーンで、見て、まあ、笑いあり涙ありの作品ですので、楽しんでいただければと思います、よろしくお願いします。ありがとうございました。Tokyo Borderless TV.